いやー、小さな役とはいえ何度やっても収録は緊張しますな。慣れて緊張感がなくなるよりはいいんじゃない？そんな日永遠に来ない気がするよ。緊張感は大事よね。はあ、ちょっとリテイク多かったな。反省。まあそれはしょうがないよ。全体的に今日の仕事は不本意ね。そう？なんていうか、ちょっと空回りしてた気がする。分かんなかったけどな。自分自身の納得の問題。でも今日の音響監督さん、いつも優しい人だから救われたかも。口調は優しいけど、なんだかんだオッケーのハードルは高いんだよな、あの人。そうだね。ああいう第一印象が柔らかいタイプの方が最終的に怖いんだよね。確かにそうかも。ねえ、この後飲みに行かない？今日の仕事の反省会も兼ねて。マホロはパス。ちょっと一人になりたいから。そうなの？残念。リカは？いや、飲みに行きたいのは山々なんだけどさ、明日バイトがあるから朝早いんだよね。あら、リコも？みんなに振られちゃったし、私は事務所に今日の報告してから帰るね。ごめんね、今度は付き合うからさ。約束よ。じゃあマホロ行くから、また明日ね。おやすみ。じゃあ私も寮に帰るよ。おやすみ。はーい、おやすみなさい。もうマネージャーさんなら付き合ってくれると思ったのに。ここまで来たら意地でも飲んで帰りたい気分。一人でも飲んじゃおっと。そういえばこの前この近くでバーを見つけたんだけど、どこだったかな。確かこの通りを曲がってあの交差点の近くの。あったあった。初めてのお店っていつもちょっとした冒険ね。ですけど、いいですか？え？美晴？あんたどうしてこの店に？あら、マホロ？私はたまたま入っただけなんだけど。何よ、一人になりたいなんて言ってここで飲んでたの？ああ、バレちゃったか。バレちゃったって？マホロの隠れ家。隠れ家？お酒飲むのにもいろいろなシチュエーションがあるけどさ、孤独に飲みたい時もあるでしょ。そんな時にこのお店に来てたの？ここ適度にほっといてくれる店でさ、ちょうどいいんだよね。孤独すぎない程度に孤独で。へえ、そうなの？ほら、早く注文したら？マスターが困ってる。
そうね。それじゃあせっかくだし、今日はウイスキーにしようかな。あ、お願いします。あのボトル、そう、その横の。うん、それです。そう、ストレートで。ストレート。シングルモルト久しぶり。芋焼酎じゃなくていいの？その場にあった飲み方があるんだってこと、私だって知ってるのよ。ふーん、まあそうだよね。あんたなんだかんだそういうところ器用だもんね。器用って？ TPO っての自然にこなしてるってこと。そう？ま、どうでもいいことだけど。飲み物来たね。しょうがない。乾杯しますか。マホロの秘密基地に乾杯。はぁ、マホロの数少ない隠れ家の喪失に乾杯。素敵なお店ね。いいお酒も並んでるし、綺麗なシャンデリアまであって。こんないいお店、マホロが隠しておきたい気持ちもわかるな。ほんと不本意、ここを知られたのは。大丈夫。リコにもみんなにも内緒にしておくから。え？マホロの居場所でしょ？奪う気はないよ、私。そうなの？あら、私だってそれくらいのデリカシーはありますからね。そっか、それはマホロにとっては助かる話だけど。馴染みの店なんてすぐには作れないしさ、そっとしといてもらえるなら助かる。その代わり今日はマホロと二人っきり、いろいろたくさんお話ししましょう。何それ、ちょっと怖いんだけど。それでマホロはここにマホロの何を隠してるの？え？どういうこと？だってそうでしょ？孤独で痛い時なんて、大体何かを誰にも見せたくなくて隠しておきたい時じゃない？ミハル、あんたすごいこと言うね。マホロとそういうお話一度してみたかったの。いきなり重い話題出すの何なの？でもまあ確かにその通り、誰にも見せたくない自分は一人の時にしか出せないって。あれ、ちょっと待って、さっきの言い方、それじゃまるで。まるで？まるで美晴も何かを隠していたい時があるみたいだね。どうなの、そこんとこ。やだ、私は何にも隠してなんかいませんけど。ふーん。あのさ美晴、前から聞きたかったんだけど。なに？あんたちょっと不自然なんだよね。え、なに不自然って？あんたのその人格っていうの、ちょっとできすぎてるっていうか。ほら言うでしょ、
強く輝く光ほど抱えた闇は深いって。やだ、私それほど強く輝いてるつもりもないし闇も抱えていませんけど。昔何かあったりしたんじゃないのかなってさ、今でも言えないトラウマみたいなの。例えば大失恋とかなんてね。あんたはそんなに俗じゃないか。どうかしら。ほら、そうやってうやむやにする。それならマホロだって。ストップ、今日はマホロの話はなし。あら、どうして？だってここはマホロのテリトリーだもん。それに今さっきまで自分の仕事に納得いかなくて一人反省会してたとこなんだしさ、これ以上マホロを落ち込ませないでくれる？マホロがこのお店に何を隠しているのか知りたかったな。何言ってんの？それこそ隠してんだから話すわけないでしょ。人に見せたくない自分みたいなの、そんなの誰にだってあると思うけど。そうかもしれないね。お、何美晴、ついに認めた？何も認めてませんよーだ。お酒なくなっちゃった。おかわりもらおうかな。次は何飲むの？そうね、オールドファッションドもらおうかな。何それ？カクテルよ、ウイスキーベースの。へえ、あんたやっぱり詳しいよね。フルーツとかお砂糖とかが入って美味しいの。マホロはグラスからでしょ？ああ、じゃあマホロは今と同じの。モヒートおかわり。ねえマホロ、人の話の途中で話題変えるのずるい。いやいや、今日はマホロの話はなしだって言ってるじゃん。それ後出しじゃない？美晴の方こそいつの間にか人を自分のペースに取り込んじゃうしさ、本当うまいっていうか、なんていうか、自然とそうなる天性のオーラっていうか。そうかな。そうだよ。おお、そういえば他にも聞きたいことあるの。私、何？マホロ、リコと仲良すぎじゃない？はあ、何言ってんの。全然そんなことないんだけど。それとも、アヤとの仲の方がいいのかな？いや、それもそれでないし。ムキになって否定するところを見ると。ああ、もう、マホロの話はなしだって言ったんだけど。っていうかほら、いつの間にかミハルのペースになってる。その技、どこで身につけたの？やだ、マホロ、ひどい。技なんかじゃないのに。私、
楽しくお話ししてるだけよ。よく言うよ。あ、それでね、マホロ。あのね。何よ。マホロの話はなしだからね。ね。ちょっと頭が痛いな。昨日は調子に乗りすぎたかも。はあ、まほろとしたことが。結局なんだかんだ美晴に乗せられて、話さなくてもいいようなことまで喋っちゃった気がする。ほんと怖いね、美晴は。なーに、私の名前呼んだ？うわ、美晴。マホロ、おはよう。おはよう。あのさ、美晴。何？昨日のことは全部忘れて、余計なことまで話しちゃった気がする。どうして？あんなに楽しかったじゃない。ああ、もう本当に勘弁して。しょうがないな。その代わり。その代わり？何？マホロの隠れ家、また一緒に飲みに行きましょう。大丈夫、私だけだからね。